3度のメシュル、スニーカー好き、どうもバスケットマンです。そんなあなたには、In Your Face! ということで、今日もやっていきましょう。今日も始まりました。バスケットマンのスニーカーと NBA ということでですね、はいはい、やっと私、スニーカーを買いましたよ。これこれこれということで、最近の赤い箱でございますね。早速開けてみたいと思います。という前に言うの忘れてました。行ってみましょう。Let's tip off! ということでですね、今日も行ってみましょう。はい、早速開けますよ。はい、よいしょ。はい、出ました。今日紹介するスニーカーはこちら、ジョーダン1UNC2 シカゴということでですね、はい、レディースですね、これ。はい、まあね、まあ、UNC2 シカゴということで、ノースカロライナと、まあ、シカゴ、シカゴの、まあね、ハーフ&ハーフみたいなね、感じが最近流行ってますけども、これね、なんかね、キーホルダーもついてて、よいしょ、よいしょ、まあ、こんな感じでね、ついてるんですよ、可愛いのが。はい、はい、はい、ということで、で、僕は、さっきも言ったように、これ、レディースって言ってたんですけども、なので、通常僕、8ハーフなんですけども、これはね、まあ、9ハーフ、27.5 を購入しました、レディースでですね、綺麗ですね、パウダーブルーそと、なんかブレッドの感じですね、シカゴというよりはね、はい。まあ、ワンなんで超綺麗ですね。でね、僕、前回ですね、レディースサイズのサイズ感解説しますみたいな動画を出したことあるんですけども、その時に、26.5 を履いたら、27.5 がいいですよって言ってたんですけど、ちょっとこの 27.5 はでかい。はい、27でもちょっと良かったかなって思ってます。だからやっぱね、ちょっとね、変わってきてるのかな、ジョーダンがって感じがしますね。まあね、見てみるとね、こう、まあ、こんな、今日履いたんですけど、まあ、すごいなんか、柔らかい、レーザーで、ね、すごい履き心地は良かったんですけども、ちょいちょいね、粗いっすね、縫い目とかが。これがもしメイドインベトナム製だったらちょっとわかるんですよね。メイドインベトナムは本当に粗い、あの縫い目とかがね、いろいろ本当に。だからね、これベトナムなんじゃねえかなちょっと思ってるんですけども、はい、ベトナムでした。メイドインベトナムということで、やっぱ粗いっすね、メイドインベトナム製は。本当にね、なんかね、ちょっとしたところのね、クオリティがなんかね、ほんとこのスーシュラインとか、なんかね、汚いんですよね、この辺も。まあ、そこまで僕は気にしてないですけども、やっぱりちょっと荒いなってことが感じられますね、メイドインベトナム製には。ってことで、まあね、UNC2 シカゴって言ってるんで、まあ、ノースカロライナーからね、シカゴブルズ。で、まあ、シカゴブルズってのはシカゴかなの話をちょっとしようかと思うんですけども、まあね、有名ですよね。1984年ドラフト全体3位でマイケル・ジョーダンがね、シカゴブルズにね、まあ、ドラフトされていくんですけども、まあね、ちょっとね、話をすると、第2位がね、確かね、ポートランド・トレイル・ブレイザーズ、そう、マイケル・ジョーダンと同じドラフトですね。第2位で選ばれたのが、まあ、サム・ブーイということですね。ビッグマンですね。で、なぜポートランド・トレイル・ブレイザーズが、ジョーダンを指名しないでサム・ブーイを取ったのかっていう話なんですけど、サム・ブーイね、その当時、ちょっと怪我してたんですね。2年間、確かね、骨折かなんか、してて、2年間リハビリがあったにもかかわらず、第2位でブレイザーズは取ったんですよ。おかしくないですか？最近の NBA だったら結構大学時代に怪我してる人間っていうのは、まあ簡単に言ったら、まあ復帰、まあ怪我してる場所にもよるんですけど、まあ上位指名しないっていうのが結構あるんですね。まあザイオン・ウィリアムさんちょっと変わりま、確かに、ちょっと変わってますけども、PG2.5 履いてね、もうバカーンなって、怪我したんですけど、結局ね、ドラフト1位ということで、まあ、選ばれてるんですけども、まあ、それは別として、通常はやっぱり怪我してる大学生はあんまり上位ドラフトされないのが、まあ、まあ、NBA のいつも通例なんですけども、まあ、指名したんですよ、ブレイザーズは。なぜかっつったらね、その前年度、1983年ドラフトにね、はい、ジョーダンの、まあ、ライバルと言っても過言ではない、同じポジションでね、シューティングガードを、はい、ポートランドトレイブレザーのクライド・ドレクスラーを指名してるわけなんですよ。はい。ドレクスラーね、指名しちゃってるから、まあ、ジョーダンじゃなくてビッグマン取ろうっていうのかのことで、まあ、V を取ったんですけども、これが、例えばなんですけど、まあ、ドラフト2位なんで、ブレイザーズがね。ってことは、ここで、もし、ブレイザーズがジョーダンを指名してたら、はい、ドレクスラーとジョーダンがね、同じチームにいるってことが起きるんですね。で、当時のブレイザーズ、まあ強かったんで結構。まあ、バック・ウィリアムス、あと、ジェローム・カーシーはいなかったけど、まあ、テリー・ポーターとか、結構、イブシギンの選手が揃ってて、結構強かったんですよ。もちろんね、ファイナルまで行ってますし、で、シカゴ・ブルズに負けてますけど、だから強かったんですよ。ってかってことを考えると、ジョーダンとドレクスラーがいたらね、もうちょっと鳥肌立ちますね。すげえんじゃない？だからどっちもポイントカードできますし、
だからね、まあそういうのもあってね、ブレイザーズはね、ちょっとね、まあ、今世紀最大のミスを犯したと言っても過言ではないぐらいのね、ドラフトをおっしゃってるんですよ。まあそれがね、まあ UNT シカゴではないんですけども、まあそういうお話もありまして、で、まあジョーダンの1年目、1年目の話をすると、まあヒストリーブジョーダン1みたいな感じでね、ジョーダン取ると、その時のジョーダン1の話をしてるんですけども、まあジョーダンって1年目ってまあ有名な話なんですけど、まあ簡単に言うと、3年間の間に3つのことを達成しないと、何から契約を外されるよって話をしてるわけなんですよ。確かね、ルーキーオブザイヤーっていう靴を買った時にも同じ話をしてるんですけども、まあ簡単に言うと、新人王を取ってくださいと。はい。新人王取らないともう内から契約もう切りますよと。まあ新人王なんて新人なんで、1年目で取らないともう終わりですよ。はい。まあ取るんですけど、で、さらにオールスターにも出てください。3年間の間に。ね。3年間の間でオールスター出てください。はい。あともう1個、20点以上、3年間連続で取ってください。はい。この3個をね、達成できなかった場合は、はい、内から契約切ると。はい。ジョーダンもう見事に全部1年目でやらかしちゃうんですけど、新人を取って、オールスター取って、20点以上余裕で取ってしまうってことで続行なんですよ。ただ、ジョーダンもね、その頃ね、そんなに自分に自信がなかった。もちろんね、控えの時代もあったんで、自信がなかったんですよ。もし僕がこれを達成できなかった場合、どうするんですか、ナイキさんって話になるんですよね。はい。まあ、これも言ってるんですけど、靴がもし売れたら、続行しましょうと。まあ、結局ね、ビジネスなんで、靴が売れちまったらやっちまいますわ、私はってことでね。はい。やるんです。で、ナイキは続行するんですよ。いいですよね。ほんとこう。だから、それがなければね、ナイキと打ち切りだったかもしんないし、まあ、もともとコンバース空いてて、まあ、ジョーダンはナイキじゃなくてアディダスと契約したかったんですけども、アディダスは契約してくれず、まあ、結局ナイキに行くんですけども、まあ、アディダスがよくね、ジョーダンを評価してなくてね、はい、ジョーダンなんかと契約しませんよ、みたいな話ありますけども、まあ、これに関して言えば、アディダスはその時ね、会社の中での揉め事がちょっとありまして、後目相続みたいな揉め事があって、まあ、それどころじゃなかったと。だから、ジョーダンとの契約とか、そっちの話じゃなくても、今、会社の存続がかかってるっていうところだったらしいんですよ、どうやら。なので、まあ、ジョーダンと契約はしなかったと。だから断ったわけではないっていうふうに感じちゃうかな。はい。って感じでね。はい。まあ、ジョーダンの話なんですけど、まあ、ジョーダンが結構流行らしたもの多くて、まあ、皆さん知っての通り、プレーした時に、まあ、舌出したりとか、あとはね、でっかいハーフパンツ、ね、バスパンね、をオーバーサイズで履いたりとか、まあ、あとは、リストバンドここにつけてね、ちょっと太め、長めのリストバンドつけてたりとか、あれもジョーダンが流行らしてるものなんで、そこからね、結構ね、ミシガン大学のファイブファイブが真似したりとか、まあ、いろんなストリートカルチャーの人たちが真似したりとかしてるわけなので、まあ、そういう意味も込めて、このね、UNC って言いづらいな、ノースカロライナ・トゥ・シカゴはね、かなり、まあね、伝説的なスニーカーになるんじゃないかなと思っております。そして、なぜこいつがレディースで出たのかっていう話なんですけども、なぜレディースなんでしょうかね、本当に。パテントの方はメンズで出てんのに、こっちはレディースっていうのは、まあ、おかしな話ですよね。何なんだろうね。やっぱりね、まあ、レディースの実績をナイキは今すごく作りたいわけなんですよ。なので、多分ね、レディースで出して結局売れちゃったじゃないですか。結構争奪戦になったじゃないですか。なんで、やっぱりね、そういう実績に私たち踊らされ続けながらね、これからはね、スニーカーを買っていきたいと思います。ということで今日はこの辺で失礼します。はい、今日紹介したのは、ジョーダン1、UNC2、シカゴ。また次回の動画でお会いしましょう。 See you next game!